皆さんこんにちは、水木青のメイク動画です。イエーイ、今日は、ミサチアのココアの時の伊藤千秋ちゃんのヘアアレンジをしてみました。簡単だと思うのでぜひ皆さんも参考にしてみてください。それではどうぞ。はい、まずはこの分け目をこうします。例えば真ん中でこういう風に前髪がある子とかはこっちに分け目、ここ後ろからパーッと取ってこんな分け目にします。前髪はあってもどうせくくるから大丈夫です。んでちょっと軽く巻きます。もうミックス巻きでいろんな巻き方をします。青は今コテでやってるんですけど、全然アイロンじゃないわ、ちゃう青は今アイロンでやってるんですけど、コテでやる子は全然コテで巻いてください。今ここにあるのがアイロンしかないんでこれを使ってます。アイロンでも全然綺麗に巻けるんで、まあ好きなようにババッと巻いちゃってください。で今は青の髪の毛まだちょっと短いんで短めのやつになっちゃうけど、下を結構こうほわっとしてください。はい、こんな感じでもうほんまにゆるふわに巻いていきます。ちょっと後ろも本当はこう全部巻いてください。ちょっと途中で止めてますで、こんな風にバーっと巻いたら、まずはここを、編み込み兼三つ編みしていきます。まずはこの辺から髪の毛を取ります。でちょっとこの辺もいるんで、こんな感じで髪の毛を分けてください。いや、はい。でちょっと邪魔になるなって思う人はここにピン留めとかを留めといて、まずはここで一つ取って、二つその後ろの毛を二つ目取って、でそんでその後ろを三つ目取って、ここで編み込みをします。ちょっとぼわった。編み込みはちょっとこっからいくと一番手前の毛を下にして真ん中にして、真ん中の毛を端っこにしてみたいな。ちょっと編み込みのやり方はまた違うの見てくださいよいしょ。でここまで、この耳のちょっと手前ぐらいまでできたらもう三つ編みをします。ここからは三つ編みをしてゴムで留めます。でゴムで留めたら、ここの毛は下の一番下の毛は内巻きにくるっとこんな風にしてください。であとは毛を外します。んでこっちの横の毛はちょっとここを残してんねんな、この辺ちょっと残して、これちょっと邪魔やなって思うと思うから、この毛はちょっと一旦横に留めます。ちょっとこの辺に留めて、んでまたさっきと同じように、さっきよりかちょっと手前ぐらいで多分いいと思う。こんぐらい髪の毛を取ります。耳のちょっと上ぐらいで、また後ろ邪魔やなって思ったら、まあ、ピン留めとかで留めてください。んで、さっきと同じように三つ編みじゃない、三つ編みをしていきます。じゃあ編み込みや。でこれも耳のちょっと上までできたら、あとは三つ編みをしっかりします。で先っぽ少し残して、こんぐらい残してゴムで留めます。でまた下の毛をちょっと内巻きにくるっとします。でこの留めてた髪の毛を外して、
後ろの毛も外して、あ、産毛が出る場合はこの辺、この辺ほらちょっと出る場合は少しシュッと後ろに止めて隠しちゃってください。んで、ちょっとこれが出すぎやなとか思う場合はこの後ろの毛とかも大きく巻いたりして、結構このココアの時の千秋ちゃんはこっちのゆる巻きもしてるけど、この先っぽ根元の辺も巻いてるけども、下が結構内巻きなんですよ。だからここはしっかり内巻きしてあげるとより見せれると思います。はい、整えて、これで、ココアの時の千秋ちゃんの髪の毛の完成です。はい、皆さんどうでしたか。髪の毛の長さとか違うくてもやってることは一緒やし、そんな感じの雰囲気とか出てると思うので、皆さんもこの千秋ちゃんのヘアアレンジをして、ココアのダンスしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。